皆さんこんにちは、タイガー桜です。そして宮本です。よろしくお願いします。お願いします。本日は、田沢誠さんお休みとなっております。はい、今回はですね、モンスターストライクがめでたくバージョン 14.0 にアップデートされました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。もう14番です。すごい話ですね。いや、やっぱり、ね、はい、長いですからね。だってもうファイナルファンタジーに近づいてきてよ。14の、そう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 、14番なんです。14番だね。ね、そういうことか。そういうことです。ということで、はい、まあちょっとね、まあおさらいしながらなんかその、はい、感想的な気持ち、気持ちをちょっと表明していこうか。アップデートのね。そうですね。はい、思います。はい、はい、まずはこちらですね。でん、モンストの日。おお、モンストの日。まあこれ目玉ですよ。目玉っすね。毎月10、20、30日はモンストの日らしいです。なるほど。はい。ということで、モンストの日何が起きるかというと、まずラックボーナススペシャルアップ。なんぞや。イベントクエストと、はい、書庫と、つい真珠の席。はい。で、なんと全キャラ運極になります。持ってるキャラ全部が運極扱い。やばい、もう夢に見た光景。そう。前回のオラコインみたいなんでね。はいはいはい、はい、うん。プラス99みたいな。で、そう、ラックプラス99みたいな感じで、うん、全キャラ、運極として運用できるということで、まあ、ガチャ券読んでマルチしたらもうポコポコよ。いや、卵ポコポコ祭りよ。そうだよね、うん、快適だし、はい、ということでこの日はなんと全員がギコちゃんになります。いや、本当夢みたいな話ですよね。そうですね、夢みたいな話だ、はい、ちょっとね、僕もね、多少ガチャ券運極持ってはいるんですけれども、うん、まあでも全然嬉しい。そうだよね、本当使いたいやついっぱいいるもんね。やばいでしょ、モーセとかね。半端ねえよ、うん、もうで、まあ、30日、今回ね、初めてのモンストの日が4月30日なんですけど、はい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 、その時にね、超爆豪祭、超爆豪祭も来てるんで。ああ、ちょうどちょうどね、うん、もうそこかぶしたな。だからにぎみ玉とか測ったな。にぎみ玉が来るんです。押すと測ったな。にぎみ玉に両方入れなくていいから。すごい話ですよ。モーセで、モーセでいいってことですもんね、うん、モーセとチャイコでいい。モーセチャイコ、なんならもうカンウも強い。おー、そうだそうだ、カンウ運極みたいな、運超運極運極みたいな感じで、難しいクエストですね。まあ今までその運枠がいなくて回りづらかったクエストとかも、うん、かなり快適に集められるんじゃないかなと。ありがとうございます。思います。まあこれはね、諸説っていうか、まあいろいろね議論されてますけれども、はい、まあ、99% の人は、 99.9% ぐらいの人は結局嬉しいんじゃないかなと思います。まあそうでしょう、うん、ガチャ運極、まあ言うてでしょう。まあそのね、中にはやっぱそのガチャ運極を、うん、なんだろうな、モチベーションに、うん、している人も、まあそうですね、まあ、いるので、そんな方々にとってはちょっとまあ残念な、ね、だと思う人もいるかもしれないが、うん、そうですね、まあ本当 99.9% の人は嬉しい、うん、と思います。なんかどうせモンストの日に運極になるから運極作んなくていいやってなるかならないかは、正直モンストの日が来ないと分かんないですよね。そうですね、うん、分からないですね。どうせモンストの日にモンスト運極になるから水属性全部作んなくていいわっていう風になってしまう人ももしかしたら中にはいるかもしれない、うん、って感じですね。はい、なので非常に楽しみでございます。はい、そして、ちょっともう一度お知らせに戻ります。はい、お願いします。はい、強化合成大成功 100%、うん、絶対大成功します。絶対大成功します。タスキャッチできます。すごい、タスキャッチすごいです。はい、なんで、まあこれね、まあ本当我々ぐらい、やってる、長い間やってると、はいはい、まあ正直あんまり関係ないっちゃ関係ない、まあ、そうだね、うん、溢れてるわね。そうけれども、本当始めたばっかの人とか、はかなり嬉しいんじゃないかなと。モンスターを、まとめて育成できる、うん、チャンスです、ね、チャンスとなってもらいますので、うん、やっぱカメとかタスとかがまあ足りてないよって方はぜひですね、まあ、この日までにタスとかカメとかを貯めて全部大成功にすると、もう一気にモンスターが育ちました。育成お得にはかどる、はい、うん、なっております。そしてラック引き換えにモンスター限定アイテム登場。はい、まあラック引き換えですね、まあガチャで出た4とか、うんうんうん、星4とかをまあ打ったりとか、
まあこまごましたなんだろうな、昔だったらさ、あの星玉、じゃ夢玉か、はいはい、夢玉の時に手に入るやつとか結構邪魔になったりしたと思うんですけど、うん、でラック引き換えしていただいて、モンストの日限定アイテムが、4月30日にはフエルビスケット、ほう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 、とあとエラベルベルか、あべべエラベルベル、あべべ、せあとオーブが登場すると、エラベルベル嬉しいな、うん、20でいいです、ラック、ラック20でいいんで、まあガチャの、まあ、余り、はいはい、うん、だったりとか、まあ、ガチャの余りがない人でも20だったら頑張れば集められるみたいな、まあ、集めようと思えばね、頑張れば、うん、うん、っていう感じで、ラック引き換えが大変お得となっております。やっとエラベルベルいい、嬉しいです、嬉しいですね、俺は一番嬉しい、エラベルベルが。そしてラッキーモンスター、これも目玉の一つですね、はい、はい、こちらが、こちらはですね、あのモンストの日関係ないですよ実は、うん、最初これモンストの日絡みなのかなと思ってたんですけど、はい、モンストの日関係なくて、月曜日に更新されるんですよね。まずラッキーモンスターが月曜日に5体指定されるんですよ。今日のラッキーモンスターは今日じゃないか、今週のラッキーモンスター、ラッキーモンスターはそうで、降臨キャラが5体ね、はいはい、指定されるはずなんですけど、うん、その5体のうち、まあ、何体そいつ運極かによって発動する効果が変わると。おお、新しい。で、まあ、例えばこのね、公式ページにはね、なんか赤穂浪士とか芝居とかがその対象になってるんですけど、うん、まだその辺のキャラで、5体運極になってたらみたいな感じ。5体は関係ないか、まず1種類で、うん、ラック機械が 10% オフ、うん、でかいね。まあラック機械を多用している方はっていうか、まあもう基本的に多分かなりやり込んでる方は5種類いたら1種類は絶対運極だからね、うんうん、常に 10% オフになれるんじゃないかな、うん、嬉しいと思う、うん、して、2種運極だと、初歩のポイント上限が60上がりますと。いや、これ何気嬉しい人多いんじゃないですか。そうですね、で60上がるのがもう1週間なんで420ポイント上がるんですよね。はいはい、合計でね、究極で言うと21週、はい、1週間で多く、ま、今までより回れるなと、うん、いうことで、まあ本当初歩勢歓喜ね、チョコ頑張ってもらってる人はね、うん、これ嬉しいっすよね。そうですね、60ポイント相当っすからね。相当っすね、まあ超絶でも20もあるもんね。うん、そして、3種類以上所持してると、これがやばくて、これやばい、ラックボーナスの高い方が1個追加、あらだだだだだということで、運極キャラを連れていくと、うん、卵3つ生まれる。おい、3つとか苔見たことないような気がね。だからこれとさ、あのモンストの日がさ重なったらさ、もう超絶言ってもポコポコポコので、ポコ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 で、すごい光景になるね。すごくね。いや、すごい。何個出んの？四方もあったら4+3+3=12で16個卵生まれるの。そうっすね。で1個なんですけど、もう一発で、もう全カメだったら一発で V メーター溜まる。ああ、一発で V メーター溜まるのか。まあ全開だと萎えるけど、まあ萎えるけどね、まあまあ、うん、でもこれもかなりなんかモンスト変わったなというか、変わったね、うん、かなり変わった、楽になったと思いますね、はい、始めるのが。なんで、まあ、基本的にはこの3週以上所持を目指していく。でこれが1週間指定されるんで、うん、指定された月曜日にその指定されたキャラが運極じゃなかったら、その間にその1週間のうちに、うん、その5体のうち3体運極にすれば、残りの数日間はこの恩恵を受けられると思うんで、多分ね、毎週それがノルマみたいな感じになると思う、うんうん、毎週この3種類以上を目指していく感じに頑張っていく、うん、なるほどね、うん、あ、これやってねえなこいつっつって、あ、いい、なんかタイミングだよね、あ、うん、これやろうっていうきっかけになるな。なんかもう正直超絶豪絶とかの運極ができてくると、うん、究極とかのキャラの運極ってもう本当に使わないじゃないですか。いや、もう強いのがいるからね、うん、よっぽど使わない、うん、よっぽど好きだとか、うん、よっぽどなんかキラーが刺さってるとかないですけど、尖ってないと、それじゃなくても運極に価値ができた、使うだけじゃねえぞ運極はと。そうだね、うん、価値を見出したね、いるだけでいいんだ俺はっていうやつ。そうだね、そう、
まあ前までも一応桃小翼とかね、うん、運極ボーナスみたいなのはあったんですけど、まあ言うてじゃん、まあそうだ、言うてこんなにでかくなかったじゃん、うん、これはでかいよ、ね、うん、さらにね、うん、価値を見出せた、俺運極で倉庫にいるだけでいいんだそういう価値が、いやそこに満足してほしくないですねそういう彼らにはまあ、彼らにも居場所ができたというと、ね、まあそうっすね。そしてこれもかなりでかい、はい、高難易度クエストの濃厚報酬で金玉確定と、うん、これはでかすぎる、これ、これやばい、これやばいね、本当にね、あったけえわ、あったけえわ、これはあったかくなったね、うん、一気に、いやね、5年かかったここまでそうだね5年かかったね、いやもうだってね、3年半ぐらい前に尾形さん聞いてたよ尾形さん、うん、尾形さんが大黒天せっかく勝ったのに落ちねえ確定にしろよつって尾形さん聞いてた、あ、言ってたわ、うん、言ってた言ってた、でもついに叶いましたよ尾形さん、今にっこりっすね、確定です、確定にっこりっす、ようやっと、なんでもうこれ高難易度クエストもまあほんと究極と同じぐらいの勢いで作れるようになったんじゃないかなと、まあ、ちょっとね、あの卵の排出率、元の普通にラックボーナスとかで出る排出率はちょっと変わってくるんですけど、うん、まあかなり気は楽だよね、楽、確定でもらえるならね、うん、はい、ということでありがたいよな、うん、だからやっぱ今までのね、この上のこの今まで言われたことを全部こちらノーリスクなんですよ、まあそうだね、それがすごくないですか、それすごいね、なんか今まではさ、メダル払ってくださいとかさ、 あったっすよ、だった、ね、宝箱追加するとかさ、だからね、うん、金玉確定にするとかさ、うん、言ったんですけど、こちらノーリスク、すべてモンストの日もスラッキーモンスターも金玉確定もノーリスク、もうね、優しさが感じられますね、そうなんだ、もうじゃああの金玉確定イベントなくなる、なくなるでしょうね、なくなるよね、これもつまり廃止ってことだよね、あれ、はい、1万2000 1万2000、高えんだよ高えなるほど、そして勲章、来た勲章、はい、一定の条件を満たすと獲得できます、うん、モンスターが運極である、そして運極数が多いっぱい、そして、ランクが高い、うん、で、称号がもらえます、そして、助っ人選択画面もリニューアルされて、キャンペーン開始にプッシュ通知が届いて、これこのさ、デッキに編成したいモンスターの育成がスムーズにってやつはマジで俺はいらないとぶっちゃけだね、いやでもこれは今慣れてないからだと思うんですけれども、今までさ このでこれにするっていうボタンあったじゃん、うん、これにするっていうボタンのところに育成ってやつがさ、そうね、ちょっと今連打しちゃって、あ、育成じゃねえよってなっちゃってる、ね、そう、うん、今パーティーに入れようとしたキャラを育成ボタンを間違えて押してしまって、育成の画面に行ってややこしい矢になってしまうという現象が今慣れてないから起きてる、うん、あの、うん、俺らやっぱ結構やってるからなのかな、あんま進化させないでとっておこうってやつ、あー、なるほど、間違えて進んじゃうみたいなそうそうそう、ま、どうなんかな、あるかもしんないですね、まあ、俺ら以外の使用感を聞きたいところだよね、そうですね、あそこあんま使わないもんな、俺らはもう多分来た瞬間に進化させたり結構しちゃってるから、うん、確かに入れると、ね、入れるタイミングで育成ってなかなかね、そう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 しないですね、もしかしたらやっぱ始めたばっかの方とか ね、 とかね、あ、こいつ適正なんだって気づいてそこで育成して使うかもね、かもしれない、うん、さあそして、あとはあれですね、クエストストック2つクエストできる、2つストックできるモンパス会員のだけの話なんですけれども、まあ、前までは古い方が絶対消えてたんですよね、3つ目、そうだね、3つ目のストックしてる、3つ目をストックしようとすると、うん、でもそっち消したくねえんだよなってことがね、うん、まあちょいちょいあった、うん、まあ、それが選べるようになったよ、いや俺これ超嬉しいんだけどこれ嬉しいですね、これ嬉しい、なんかとりあえずストックしとこうって時あるじゃん、そうですね、それでなんかとりあえずストックしといたやつで、本命のやつ、超絶爆裂があって、そう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 、で、あ、これなんか来てるからとりあえずストックしとこうってやつがあって、で、ここにまた本命の超絶爆裂来ると、そう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 、お前ってなる、そこじゃねえよ、もうそ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 う、やりたいやつは、うん、消えちゃうんだけどみたいな、なんでこれ嬉しい、これ嬉しいでしょう、はい、これ地味に嬉しいという感じです。ちょっと称号を見てみますか、称号、はい、勲章か、はい、勲章はここかな、ここで決定できます、うん、ここです、まあいろいろあるんですけど、うん、まあ、ランクだってこれランク1000以上じゃなきゃない、そう、
だね。うん、戦後よくかっけえよ先生。かっけえなこれつけてる人は。運極も線があるんだね。もうキラキラしとる。でもやっぱ今回のアップデートでかなり運極を作るモチベーションとしては上がるんで。まあそうだね、モチベ、まあ、これモチベだよね、うん、これモチベですね、うん、この今回のイベントと合わせてこのためにやるっていう、うん、戦隊目指して作っていこうみたいな、うん、でもやっぱ戦隊って異常じゃない、異常っていう言い方はおかしいけど、異常ちょっと元は悪いんですけど、すごすぎるんですよ。いやすごすぎるね、うん、戦はもうほんと多分全キャラ全降臨運極にしても戦にならないでしょ確か。ならないか、確かならないんですよね、うん、だからすごい話なんですよ。とんでもないね、とんでもない話です線は。線、うん、すげえな。でボックスの3分の1ぐらいの曲だからね。パンパン丸ですね、ボックスボックスパンパン丸、はい、えらい話でございます。すごいわ。そしてこちらの、まあ今かなりつけてるのが多いのはこのモンスター運極の、はい、ね、勲章ですね。まあ今までこの運極にしたモンスターの、まあ好きなやつがまあのボール絵がアイコンにできると。うん。じゃあ俺さ、マリックさ、うん、あのこうやってやってるやつあるじゃん。はい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 、闇マリック。そう。あれこの顔いいなってやったらこれになるんだよね。ボール絵だから。お前ゴッドフェニックスになってるやんって。こっちが良かったね。そうこれ。ええー。すごかったのに。かったのにゴッドフェニックスになるっていう。まあ遊戯王系はちょっとそうなっちゃう。なるほどね。僕はパンドラ大好き、パンドラくんなんで。していただきます。まあ好きなやつ、まあこれ、いや俺はね、うん、あオセロ運極にしたくなったな。したくなったけどビッグアップないしきついわって、ね、これ実装された時に思った、うん、オセロだったらちょっとこいつただもんじゃねえってなるね。そう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 、うん、いやでもなんかこれはねフレンドラウンで眺めてるの楽しくなった。俺楽しかったね。あこの人どういうのをやってんだろうと思って、うんうん、結構ネタに振ってる人も結構多いから多かったね。名前とかも変わってたね。そうそうそう、合わせてね、うん、面白いなと思って、はい、そういう感じなんですけれども、はい、もうほんとバージョン 14.0 に関しては、まあ、かなりそのモンスターストライクの春って感じだよね、うん、なんか、うん、なんだろう、今まで辛かったことがなくなるみたいな。てか楽しくなるよね。マルチをする機会も増えそうだよね。あのストレスが減った。そうですね、特に俺は豪絶の確定とボドップ、うん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 、あれはマジでうわドロールズうわって、まあ、今でもなってると思うけど、うんうん、これ確定になったことでだいぶ変わるんじゃないかな。そうですね、うん、あとはやっぱマルチ誘いやすいですよね。うん、なんか正直今の、うん、まあ、例えばなんだろうな、難しい豪絶とかってあの運枠大体まあもう上手い人はねいっぱい詰めるかもしれないですけど枠2とかじゃないですか。うん、そうですね、うん、枠2とかだとまあ極端な話マルチ2人でいいじゃないですか。うん、でもそれもモンストの日だったら絶対4人でやった方がいいし。まあそうだよね、大人数でやった方が全部運極なわけだし、うんうん、そう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 、4人でやろうぜっていうのがもっと盛り上がるんじゃないかな、きっかけになる。うん、思います。誘いやすい、誘いやすい。誘いやすい。あとはやっぱこのラッキーモンスターはいはいはい、おかげでもう俺最近マジで運極作ってないっすよ、うん、最近はもうさっき言ってたような理由でマジで本当作ってもしょうがないから、うん、作ってなかったみたいなところはある、うん、だからほらちょっと待って、なんかついてる、うん、なんか大したキャラ作ってないというかほぼコラボ、コイン作ってるよ、コインこれまあとイベント心中しっかりやってるよ。ルーインしかやってない。ほぼまあでもほぼ期間限定のやつしか作ってないんですよ、うん、まあ、最近来た超絶とか、超絶じゃない、最近来たあの究極とか、うん、激球とか作ってないんですよね、うん、これも多分このラッキーボーナスに入ってくると思うんで、ありがたい、これからやっぱ入ってきたやつは全部作っていこうか思っております、うん、っていうモチベがもう今からあるから、うん、早く来てほしい。ああね、早く29日が、うん、早く発表してくれって、うん、早く発表してほしいですね、という感じでございます。本当今回嬉しいことだらけでございますね。いや毎回アップデートはやっぱすごいっすね、うん、スト、うん、あとは神殿をなんとかしてくれたら俺は嬉しい。神殿、うん、神殿はなんか高い。高い、神殿は結構あのメンタル必要だからね。前桜井さん言ってた気するんですけど、神殿のね歳費とかさ、
カプラみたいのとかさ、うんうん、そういうの欲しいですよ、まあ、欲しいですね、うん、まあモチベになるよね。なんか新年が終わってる時なんか一番正直無駄な気がしてるんだよね。だからなんかそのもう何時間も何時間もやって、そう進展が一切ない時、そう、それなんか、まあ、経験値ぐらいじゃん。うん、経験値ぐらい、まあ、しかもマルチでやってると本当にもう経験値も本当確かにないから、うん、もしかしたらさ、ね、神殿って誰しも実は一番行ってるクエストかもしれないじゃん。いや誰しも一番行ってる、うん、めっちゃ楽しいクエストではあるけど、うん、そこがご褒美ね。うん、なんかだから星玉があると嬉しいっすよね。天井じゃないけどさ、なんかなんだろうな、50個金捨てると L 確定ぐらいの、うん、うん、まあそのなんかいろいろ、まあそのね、得L の価値がまあ下がってしまうっていう意見はあるかもしれないけども、まあそうだね、めっちゃガチってる人はね、うん、死んで、そういう意見もあるかもしれない。まあやっぱあと身の卓が少なすぎる、うん、うん、卓少ないならそれだけでいいじゃんってなっちゃう、うん、ね、過激とね、過激と遊撃と、まあ、遊撃結構ね、うん、まああとは多少、ね、まあ照明とかあの毛が減りとか、まあ失神とかも、まあ、多少なりとも役割はあるがみたいな、なんかあったらでも面白いね。うん、あと即殺か、うん、なんでまあそこら辺がね、あとテコ入れ入ればちょっともうゲームとしてかなり完成してくるんじゃないやん、うん、思うんで、これからもそれはこれからもモンスト非常に期待しております、私期待しております。神殿か、うん、あとちょっと PVP もやりたいな。モンストスタジアム。モンストスタジアム、まあ、みたいな感じでございます。はい、うん、いいですか、もう、はい、大丈夫ですか。大丈夫です、皆さん大丈夫ですか。大丈夫です、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。世界の形が